1930年代衝撃の実験が行われた。それは人間とチンパンジーの赤ちゃんを一緒に育てるとどうなるのかというもの。しかしこの実験は予想外の展開によって9ヶ月後に終わりを迎えます。生後7ヶ月のチンパンジーグア、生後10ヶ月のドナルド、両者とも同じ服を着て同じ教育を受けて同じ食べ物を食べて、その結果チンパンジーのグアは人間のような振る舞いを取るようになったそう。しかし問題があったのはドナルドの方。お腹が減ったらうなり声を上げるようになったり、チンパンジーのように這いずり回るような仕草を見せたといいます。これ以上は危険だと判断し、この実験は9ヶ月で終わりを迎えたようです。このまま続けたらどうなってたんでしょうかね。